稽古場があった付近の様子や高原の鉄砲稽古場は、愛知県名古屋市の八田河原にあった尾張藩の鉄砲稽古場である。先週の七道浜、創州の由比ヶ浜と並ぶ日本三大法上の一つ。尾張藩の稽古場は、初代、吉直の時代に、東区赤塚に置かれたが、移転を繰り返し、二代、三友の時代に、稲富流の稲富はじめ夢が吉直から配慮され、 稽古場として利用していた八田川原に移転した。当初、長母寺付近の川上にあったが、明和4年の大洪水により、八田川の流路が変わったため、水の街道を越えた上流に移動している。稽古場の広さの条件として蒸気の条件に、当てはまる場所が、昭和56年10月、アルプス社発行の地図を参考にすると、木ヶ崎公園から千代田橋緑地までの3000メートルである。 現在の堤防よりかなり低い位置に昔の堤防の名残がある。藩を代表する宝術家たちが参加するそうだは藩主が名古屋にいる年の6月末7月末までの2日間行われた。天田瓦で使用された火器は指定式点火法に属する石火や火野党、普通岡幹と日縄式点火法による小1二系の六門目玉から大光景の四百。 目玉までの雛な銃であった。大筒派三十四町を見通し、巣に勝ることなしと、長州雑誌に記されている。射撃指導に当たった、宝術家の中でも、稲富はじめ夢は、名一手として、吉直に仕え、稲富流を確立した。ありがとうございます。